では英国アンティーク博物館ラム鎌倉館長の馬橋です。今日はですね、YouTube の方に中谷明弘さんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、あ、ところで肩書き言うの忘れちゃった。僕ね、何にしますってことないけど、鎌倉そのバム英国アンティーク博物館の役職名を自分で考えてみました。あ、考えてきたんだ。役職名考えてくれた。役職名なんかくださいじゃなくて、役職名は自分で付けるんでしょ。そういうことね。じゃあそれ発表してもらおう。バムのストーリーテラー。ストーリーテラー、つまり日本語で言うと語り部。語り部になってくれるってこと。おお、ありがとうございます。だから世にも奇妙な物語のタモリさんみたいな、ああいう存在。でもタモリ的な存在、タモリさん的な。イギリスって一つの文学の中でストーリーテリングっていうのはあるあるね、あるね、あるじゃん。あるね。この小説の中で一つは人間の内面をすごく描いていく系の作家と、もう一つはあの人はストーリーテラーだねっていうスティーブンスとか。あるね、ジキルと入ってますね。ああいう、うん、あれはね、ストーリー展開がめちゃくちゃうまいわけですよ。あのね、物語の中にストーリーテラーが非常に光ってる人がいると、うん、物語が生きる。そうですね。で、途中にいろいろ博物学的な話がいっぱい出てくる、うん、出てくる、出てくる、この脇道それて、荒俣宏さんとかみんなそれで長くなっていくんだけど、そうだね。だけどそこが面白いんだ。そういうことね。脱線してるように見て、その脱線の部分が面白かったりするっていう、それでいきましょうか。じゃあバムのストーリーテラーということで、中谷明弘さんに来ていただきました、ということでですね、さあ早速なんですけどね、実はね、中谷さんとはね、お会いしたのはね、中谷さんから手紙をいただいて、素晴らしい、もうね、手紙を見てね、誰だこれって、まずね、あれ、なんで手紙いただいて、そっから入ろうか。いやいや、要はテレビ、ブラブラ博物館で見て、あ、面白いものが、こんなのが、今まで鎌倉行ってたのに知らなかったなと思って、そうね、あ、そうか、できたのかと。だって僕は、はじめまして、中谷明弘と、初めてお便りさせていただいて、作家の中谷明弘と申しますから、始まった。で、テレビで、ブラブラで拝見して、ぜひ今度伺いたいですって言って、伺いますって日にち書いて、そうそう、それで、あ、なかった、聞いたことあるよね、あ、そうだ、前読んだことあると思って、面接の達人ね、あれ読んだこと、あ、そうかって、いや、すごい方からね、手紙いただいたねって言って、そしたらさ、やっぱり、北原さんがやっぱり、やっぱやばい人だなと思ったのは、送ったその日にポスト入れたら北原さんと会っちゃったんです。そうなんですよ。まだ届いてない、ね、北原さん、よく兄貴って言っている土橋さんのところへ今度行きますからよろしく言っといてくださいって、うん、え、そうなのみたいな。そしたら電話かかってきて、自分はね、北原さんのこと兄貴って呼んでますね、メンターなんでね、兄貴から電話で、中谷君って知ってるかっつって、行くらしいから丁寧に扱いよって言って連絡が、そうなんですか、兄貴知り合いですか、手紙来ましたみたいな感じでね、ぜひぜひってことでお会いした、だから多分これはね、北原さんが合わせたね。まあそうだね、知らないけど、引き寄せたね、引き寄せたね。やっぱりね、波長波動の一致があってさ、似たような波動の人って偶然に合っていくんだね。あれだから不思議だね、北原さんって、ブリキのおもちゃも集めてるけど、人間集めてるんだよ。これね、面白い人間、これ面白い、ほんとそうなの。あのね、人間コレクター、だからいろんなコレクション持ってるの。だからね、いろんなコレクターと同士が集まってくると自然とね、集まってくる。まあ、要はコレクションそのものが多くの人を引きつけるから、そうだね、コレクションというものを通して人と人が出会う場になっている。まあ、それは今生きている人同士もあるし、もう今亡くなっちゃって天国にいる人とも合わせてくれるし、これから100年後の人にも合ってるわけですよ。それを100年後に見てる人もやっぱりいるわけですよ。これ集めた土橋っていう人が昔いてっていう、かなりヤバい人でって言って、未来の荒俣宏さんみたいな人が書いてるんですよ。そうか、未来を見やるとそういうふうに言われちゃうのか。映画になってますよ。あ、そうですか。この帝都大戦みたいな。そうですか。帝都大戦みたいな映画になっちゃってる。映画になって、誰かが演じてますよ。あ、そうですか。じゃあコレクター人生の自分を誰が演じてくれるのか。
ね、うん、でもね、それ今ね話聞いてて、確かにね、今アンティークの定義をちょっと言うと、うん、アンティークっていうのは100年以上経っていて、うん、さらに人が作ったものがアンティークなんですよ、うん、だから自然物あるでしょ、まあ、鉱物とか、うん、あれ100年経ってもアンティークって誰も言わないでしょ、うん、あの化石とは言うけど、うん、だからアンティークを集めるって人の思い技術も一緒に引き継ぐことだから、うん、もしかすると今の北原さんのね、うん、兄貴の人をコレクションするっていうの案外間違ってないかもしれない、うんうん、コレクションを集めるってことを人も一緒に集めていく、うん、それが過去の人も集めるし、うん、未来の人も集めるっていうことなのかなと思って、うん、あ、これすごい発想だなと思ってましたけどね、うん、で、職人さんが作ってるわけです、うん、そうですね、で職人さんってやっぱり昔の作品を見て、うん、見て、うん、これすごいの作ったやつがいるなってやっぱり昔の職人さんと会話しながら、うん、それから修復師ね、修復師の人も、うん、これ作った人はどうやってこれ作ってるんだろうって直しながら学べるじゃないですか、ね、今の技術ってできないことだらけだから、ね、実は修復師の勉強って古いものの修復をもらった時に、うん、その過去の技術を見ながら自分はだったらどうやるんだろうって考えるのが一番いい勉強だって言われてるらしくて、今ね実はねほら今アンティーク、イギリスのアンティークを集めてますけども、イギリスに行くとね修復師がいっぱいいる。これなぜ修復師が生きていけるかというと、イギリス人って全部古いもの、家も古い方が高いでしょ、うん、日本の家って逆だよね、うん、まあ今だいぶ考え方が築何年っていう言い方、新築高くて買った瞬間から落ちない、うん、まあ基本って今ちょっと考え方少し変わってきたけど、うん、古民家とかは置いといて、まあ一般的に建て売り買った時に一番高い状態っていうのが新品だよね、うん、その後から落ちて最後は土地の値段にならない、で壊す値段で引かれちゃわないって返して、あれひどいよね、これ壊すのに300万500万かかりますから、うん、その手数料を除かれちゃったりする、うん、向こう逆だよね、100年以上経たないと価値が出ない、うんうん、そうすると100年以上200年300年のものを古いものを買って修復してそれで高くして売るんですよ、うん、そうすると何が起こるかというと修復しか生きていけるっていう土壌がある。なるほどね。だから今の日本の技術でいろんな骨董はあるけども、うん、修復師がなかなか育たないんですよね、うん、家に関しても、うん、だってさほらあのサチドハウスって言うんだけど、うん、ほら空吹きのね、あの山田、うん、あれって向こうはちゃんとそれで直さないといけないって法律があるんですよね、うんうん、グレードリステッド1、あ、この言葉面白くて、グレードリステッド1ハウスとグレードリステッド2ハウスっていうのがある、うん、あと普通の家、うん、まあ3段階あって、うん、グレードリステッド1っていうのは、うん、中も外もその素材で全部直していじっちゃいけない、なるほど、バッキンガム宮殿みたいな、いや国宝的な扱いですね、国宝的な家、うん、それ結構一部です。グレードリステッド2っていうのが外は絶対ダメ、うん、もうその中、うん、中の、うん、もう当時の100年前の持ってこなきゃいけない、うん、中はいじっていいけど許可がいるっていう、あ、なるほど、で結構外観は保たれてるんですよ、うん、結構100年以上ほとんどそれに入っちゃうんですよ、うん、そうだからあのイギリスの外観ね、あの風景が保たれて、うん、保たれてる、うん、そう考えるとまあ日本もあるけどね、一部鎌倉とかね、うん、京都はあるけど、うん、ほとんどないもんね、その法律は、その式年遷宮が、うん、こうに伊勢神宮だと20年に1回こうやるわけですよ、 あ、はい、であの20年は何から出てきたかなんですよ、 あの20年って、うん、職人が継承していくワンジェネレーションなんですよ、なるほど、あれ超えちゃうとジェネレーションが飛ぶので継承ができないんですよ、うん、だから昔のまあそれが起こった頃の寿命から考えると、うん、あ、20年ってよくできてんだなって、うん、で、あれなんかあれやりながら、うん、あの正倉院のものなんかでも、全部こう修復してるんだけど、うん、膨大な量の修復やりながら、そうか、要は物を残してるんじゃなくて作り方の技術を残してる、そうだよね、あの物と一緒に技術が残らないと、結局物ってやっぱり修復しないとね、物だから絶対ボロボロになってなくなっちゃうんですよ、物の最後は。それが人を育てるっていうのが大事ですね、で修復が概念って大事なのは綺麗にすることじゃないんですよ、そうですね、元の形へ戻す、これ大事ね、元の形へ戻し、さらには
500年後にこれを修復する人がどこを修復したか分かるように残していくんですよ。これが大事ですね。特にあの、まあ、神社仏閣全てそうですよね。で、あと言うと元の状態に残すのと、あとはねパティナ、これ大事な言葉です。古い艶っていうふうに言うんですけど、多分分かる人は分かるんですけども、パティナって言うんですけども、古い艶が出ていくものを剥がさないっていうことなんですよ。これ大事な、作れないもんね。作れないんですよ。時間が作ってることだよ。時間が作った古い艶、あの経年劣化っていう言葉ありますよね。逆の言葉で経年美化っていう言葉、古いものをめでてる時って経年美化をめでてることが多いよね。でパティナっていうのがその非常に100年経っていい色になったもの、それを修復師は残すっていうのが、うまい修復師なんですよね。でね、面倒くさがってる修復師って、これ修復師って言わないんだけどあの要するに量産型 の、 あの人ってね、極端な話、面白い話があって、さっきのね20年のタームじゃないけど、技術がないとどうするかっていうと、例えばアンティーク家具があるでしょ、パティが出てるんです、うちのあの100年ぐらい経ってワックスで磨いてね、びっくりする話が、とあるアンティーショップ行ったんですよ。これすごいですね、こんないっぱいあるんですねって倉庫にって言ったらね、直したアンティークがね、どうもグッとこないんですよ。おかしいなと思って、で、土橋さんなんか買いたいものありますか、全部下ろしてあげますよって、いや嬉しいんだけど、ごめん、一つもないって、なんか感じるもんがあんだな、何かわかんないけど、なんか買いたいものがないんですって言って、その職人さんに聞いたんですよ。いる職人さん、若いんですよ、やたら若い、これどうやって修復してるって言ったら、まず一回全部白くしますって。えっ、それアメリカ人が北京感覚だ。え、ちょっと待って、どういうことって、この、まあここにもありますよね、家具ぐらいにもあるけど、これをどうするんですかって言ったら、一回全部剥がしますって。え、ちょっと待って、ということはこれ全部この元の染色とかも全部削るのって言ったら、一回削りますって。その後どうするのって言ったら、そっからまたあのニスを塗って、ラッカーって言うんだけど、あの現代だとラッカーとかいう言葉で言うんです。ニスじゃなくてラッカーで拭いてって言ったり、あとはね、ウレタンって聞いたことあります。ウレタン、下手したらウレタンとかラッカーを拭いちゃいますっていう、いやそれはちょっと違うよねと思って、だからかと思って、ちょっと申し訳ないけども買いたいものはないんでって言って、申し訳ないから2つぐらい買いましたけど、全部案内してもらってね。いやちょっとね、衝撃的で、いや本当にそれをアンティークっていう風に売ってんだけど、よくよく見たんですよ、そのホームページ。そしたらね、塗装は現代って書いてあるんですよ。小さく正直もんではあるね、そこはね。いや、そこそう、そこ正直かと思って、いやいや、そこ正直か、なんか正直だね。それがね、ものすごく印象にあって、ちょっと衝撃でしょ、その話。だから、それでもいいという人もお客さんの中にいるから、なんか、アンティークって、うちもあの本家が骨董屋だから。この話しようよ。これね、実はね、この前ね、ラジオに出ていただきました。鎌倉 FM のね、ノーアンティークのライフね、ゲストに出た時ね、中田さんってどういうね、ところで生まれたのって話した時、実は骨董屋。本家が骨董屋なんですよ。うちのおじいさんが、やっぱりあの、大正バブルの時が時代を経て、その後昭和の初期に金融恐慌でバブルがはじけた時に、たくさん集まってたくさん市場に出た。あ、こういう時でしょ、動くのは。そういう時動く、動くから、こういう時にバーって集まって、バーって出た。しかも大正時代の大阪って、世界で名だたる、もうバブルがあったり、東京よりもバブリーな時、あれがずっと集まっていたものがバッて出た。でそれをうちのおじさんが何か目利きで、道でこれとこれとこれとって言って、買い方もうまかったんだろうな、それを集めたものがあるから、でまあ父親の兄弟全員にそれがまあ全部伝わって、本家の長男はたくさんそれがあるからって骨董屋をやってて、で本家のおじさんがまだ生きてる時に、僕30半ばの頃に、お前骨董通りの近くに住んでたら骨董カフェ支店やれうちのって言われて、面白いじゃんいや勘弁してくださいよって、それはないだろうと思って、いや思ってたんだけど、だん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 なんかね、その DNA が
結局今はコットに行ってるよ、ね、寄ってきてるよ、ね、ここまで呼び寄せられてきてるっていう、うん、だからもう、うん、子供の時も家がやっぱりおじいちゃんとこ行くと名古屋市に種子島がかかってるし、うん、そう、仏間にはもうあの能面がいっぱいこうかかってた、怖い怖い能面怖いよね、子供の頃はねうちもかかってたわ、うん、だからそういう環境で育ったから、うん、あの不思議で環境大事なんだけど、うん、これ、ね、今環境の話なんですけども、うん、あの結局ね小さい頃からまあ本物に触れるってもむちゃくちゃ大事なことですよね、うん、で中谷さんはやっぱり小さい頃からそういう骨董の環境でやしてるから本物を見てるじゃないですか、うん、だから本物に偽物って言い方変だけども、まあ、古くていいものね、うん、を見る目が育ってきます、うん、これねイギリス人がなんでこんなアンティーク好きかなって思った時に、うんうん、イギリスの博物館に行くと分かるんですよね、うんうん、イギリスの博物館で、まあ、国立、まあ、国立とは言わないけど、うん、まあまあね、国でやってるもの全て無料です、うん、あの有料とか見たことないです、うん、でさらに言ったらむき出しですほとんど、うん、彫刻はガラスに入ってなくてもむき出しです、うん、もう本当もう手に触れても本当にいいぐらいの距離にあります、そして子供たちはそこの中でね、下手したらビクトリア・アルバート博物館っていうのがあるんですけども、うん、有名なビクトリア時代にできた博物館ですよ、ビクトリア女王 の時代の、うん、そこに行くとですね、なんと幼稚園生とかですよ、うん、そこでお遊戯会してる、うん、こういう何億円ぐらいの絵のところにみんな集めるじゃないですか、それで先生が集めてそこでシェイクスピアの格好して、この前行ったらびっくりして、うん、なんか演技してるんですよ、うん、ど真ん中、日本のさ国立の西洋美術館で小学生とか幼稚園が来て服着て、うん、走り回されないでしょ、走り回ってから、うん、で無料で、うん、あのやっぱりそれは勝手に中谷さんの家みたいなもんで、うん、あ、そうね、自然と見てしまう、自然と学んでしまう、言わなくても、うん、その環境大事だと思いません、あの、うん、ヨーロッパの貴族行くとのお宅、うん、カントリーハウスがマナーハウス行くと、ね、もうギャラリーのところにもうこういう絵だらけ、それからなんかグランドツアーで買ってきた土産物だらけで、それが全部本物で、うん、それ で子供の時からこれひいおじいさんのひいおじいさんがねって話を親からずっと聞かされますよねそれってもう何にも言わなくても勝手に学んでしまうっていうこと、うんうん、で怒る時はそんなことしてるとひいおじいさんが来るぞっていう、ね、本当だよね、出てくるぞみたいな、うん、うちの最初にさ行った面白い、あ、自分ね1993年にイギリスに初めて行ったんですよ、うん、20代の頃ね、あ、30周年記念なんです、うん、私今年ね、うん、ちょうど2023年なんで、うん、イギリスに触れてから30周年記念でね、初めて行った時に、ね、肖像画がかかってたんです、うん、家にね、うん、まあ、てこのお父さんね、これがね昔のねおじいちゃんの絵なんですって、うん、あの3代か4代前の絵でね、これがね実はねあの時々ね、うんうん、マサを見て、うん、マサを見、あの階段の上に出てくるからけど、もう怖がらない、うん、これはおじいさんの、ひいおじいさんのおじいさんだから、うん、これいい人だから、うん、見ててくれてるだけだから、うん、出てきたら嬉しいと思わなきゃダメだっつって、うん、怖いよね、うん、でもだんだん慣れてきたけど、うん、だから自慢すんだよね、向こうの人って、うん、お化け自慢、なんかこう、うん、昔はおじいさんも家にいたし、うん、おじいさんが近所にいたし、結構怖いし、そう怖い、甘やかすよりはちょっと怒るタイプで、ね、で親はうまく、うん、そんなことしてるとおじいさんに怒られるっていうのも使うし、そう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 、それから亡くなったおじいさん の家があって、うん、そこに長男はご飯持っていくお仏前の係で、うん、それで ね、うちの母親はね、必ずね、そんなこと言ってるとおじいさん待って、あの天井の角のとこにいるんだよね、そうするとなんかね、あ、なんかあの角のとこにいるような気がする、いる気がするよねあのお仏壇の上のところにこうなんか写真があって、ね、なんかその仏服着てるような写真があって、あるある、今さ、あ、そういえばさ、今の家って仏間ってないない、ないの、だってあの仏壇が置けない、置けないでね、うん、昔の歴代の人の顔飾ったってね、必ずね、
ひいおじさん、あの人がねっつって、でもなんかいつも見られてる感じじゃなかった。あのね、すごい目線。だからそこで寝るのは怖い。怖いよね。寝るのは怖い。そこでさ、こうやってなんか怖い感じして、なんか悪いことし、そこに入ったらしちゃいけないんだと思う感じあったよね。うん、その肖像画ってそういうすごく、いい意味で律する、うん、人の心を正す力があるのかもしれない。あ、そう、肖像画でさ、面白いこと思いついちゃった。イギリス人の肖像画に対する考え方、うん、特に中産階級の考え方面白くって、うん、上流階級ってあるよね、はい、貴族、はい、でワーキングクラスって言ったらさ、まあ本当にワーキングクラスだよね。昔の昔はさ、上流階級とワーキングクラスがいなくて支配するものとされるもの、うん、でも産業革命が起きた時に、はい、わーっとお金持ってきたから、中産階級とか途中出てきちゃったのね。だから3層構造に途中になったのね、ビクトリア時代のちょっと前から。その時に中産階級の人はどうしたかっていうと、自分たちも貴族の仲間入りしたくない、その時にいいアイテムが権威の象徴である顔のいい肖像画、出どころのいい肖像画を買った。変な話だけど、さっきの仏間にある人たちの肖像画は昔で油絵だったわけじゃん、あれを縁もゆかりもない人の顔を飾っちゃうっていう、ちょっとね、すごいんだよね。本当に肖像画高いんですよ。今ここにもね、うちの博物館に肖像画飾ってあるけど、まあ、顔がいいっていうか雰囲気が良くて出どころがある肖像があって、だいたいね、皆さんの感覚、今ね1ポンドって180円だけど、だいたい1万ポンドぐらい、1万ポンドって言ったら180万ぐらいぐらいが前後ぐらいから始まる感じ、まあ、フレームも当時のが入ってて、そう考えるとさっきのなんか権威づけにもなるのかもしれない。あとなんかトマス・ベイン・ゲインズバラのブルゴイにあるみたいに、子供もすごい凛々しく描いてます。そうだね。結構装飾もしっかりしてね。なんかこうシュッっていう。そうだね。そうすると、子供たちはこれ見なさいっていうお手本になるのかもしれない。しっかりと、まあそれもしつけになるのかもしれないね。そうするとね、逆に肖像画をきちっと描いてくる肖像画家の人たちっていうのはすごく重宝されてるね。写真がまあない時代なんでね、カメラない時代。でもね、その前の時代、まあ今18世紀とか19世紀の話だけども、実はその前ってもっと前の話ね、イギリスのずっと昔の話、チューダー朝とかの1500年代の話の時のトップのヒエラルキーってありますよね、三角形のヒエラルキー、一番上って実は宗教画なんだよね、宗教画で、その次に来るとだんだん落ちてくると、まあ生命があるもの、まあ肖像画であったり、その下だと動物とかですね、風景があって一番下の階層だったの、要するに背景だったのよ。でも誰が出てきてそれが逆転したかというと、皆さんもご存知だよね、ターナーだよね。ターナー、天才ターナー出てきたら、いや風景画を芸術として高めた人、風景画が光と影で描き出したら、一気にイギリスの巨匠が現れたわけですよ。そしたらヒエラルキー逆転して上の方に風景画が出てきたという、そういうことになると、最近まで、まあ最近っていうのも200年前だけど、最近までは実は肖像画とかね、宗教画がヒエラルキーが上だった、高かったっていう話なんで、そう考えるとターナーってすごい人だと思いません？もう一人いたよね、ターナーとジョン・コンサブルとかね、あの二人は結構すごい人たちですよね。かたやターナーは光と影の天才と言われてて、ジョン・コンスタブルは田舎の絵を描いた秀才だったんで、もう天才ターナーはなんとね、若かりし頃にロイヤルアカデミーに入っていると。ジョン・コンスタブルの方は秀才だったんだけど、天才ではなかったかもしれないけど、すごい上手いんですよ。だけど晩年に入ったという、この二極化してね、まあどんな時代もモーツァルトとサリエリみたい たいなこういう組み合わせがいたわけですよね、天才と秀才みたいな。でもやっぱりそれまでずっとイギリスが肖像画を、ルーベンスに描いてもらったりとか、ね、要は外国人に描いてもらうっていう形が長年続いていたから、結局イギリス人画家って有名っていうよりも、まあ、ドイツとかね、オランダで持ってくることが多かったよね、
音楽もそう。音楽、音楽、音楽。ハイドンがやっと来て。音楽そうだ。うん。だから音楽も、だから唯一やっぱりイギリスが先行してあったのが演劇だったんです。演劇、あ、演劇はそうですね。うん。これは、まあ、その、エリザベス1世女王時代、うんそうですね、ちょうど日本はまだ徳川家康どうする家康の時代、まあね、にあの本当そうですその頃は宮殿なかったんですよあそうだ、ね、その頃は宮殿がなくて、うん、エリザベス女王が地方もあるんですよ、うん、で地方のそれぞれの貴族のお屋敷に泊まるそうするとそこを接待しなければいけないから、うん立派な建物も作らないといけないし、うん、あの天皇を迎える将軍を迎えるために立派になるのと同じ、ね、同じですね、うん、そしてそれを接待するのは料理はちょっとまだ自信ないから、うん、演劇で接待する、うん、お芝居を見せて劇場作ってお芝居を見せて接待するっていうのがあったからちょうど日本だとお能を見せて接待するのだにでそんな中でシェイクスピアみたいな人が出てこれがシェイクスピアの登場はやっぱりこの、まあ、チューダー朝っていうんですけども1485年にチューダー朝が始まったんですねそれがちょうど、まあ、皆さんねあのご存知のヘンリー7世が作ったんですけどその後ヘンリー8世がね出てきてその時代に初めてイギリスがブレイクした時代ですね大航海時代ですよ、ねうん、時代がねやってきて、うん、エリザベス女王の凄さはその演劇を、うんまあ、回ってっていうことでマナーハウスとかが要するに接待の場所になったって、うん、これものすごいいいポイントなんですけれども、うん、各地回ることによって統治もしやすかったわけですよね、うん、で文化が全国に広まりやすかったんですでお互いが刺激し合いっていうそしてこのシェイクスピアが出てきたときに、まあ、シェイクスピアの話するとちょっと脱線しちゃいますけどもシェイクスピアはねあのいろんな説が流れてます、うん、本当はシェイクスピア書いてなかったんじゃないかっていう説、うんね、これはシェイクスピアは実はそんなに詳しくないんですね田舎の出なんであそこまでの見聞がなかったからとある外交官と、まあ、組んでねタッグを組んで名前を借りて書いたんじゃないかっていう説ですよこれもうあくまでも説で書いたって説もあるんだけども、うん、ただどちらにしろ、うん、シェイクスピアの劇によってイギリスの地位がそこで保たれたということになりますよね、うん、で一つね、うん、今ほらちょうどエリザベス女王の話が出たじゃないですか、うん、一世の話、うん、実はさ大航海時代の時にエリザベス一世ってすごいなと思ったのは、うん、彼女結婚しなかったよね、うんこれがすごいポイントなんですよね、うん、もし彼女が結婚してたらって変な話だけど、うん、おそらくあそこまでいかなかった、うん、あのなぜかというと、うん、エリザベス1世は結婚しないということで、うん、自分の結婚のカードを持ってたんですよ、うん、なるほどねそれで他の国がいつでも狙える状態要するに結婚って実は昔すごいことだったんですよ、うん、国と国を超えて結婚しちゃうんだよ、うんうんそうすると国と越えて結婚するためにいろいろな国からアプローチが来るわけですよね。エリザベスあ、まあうまくね、まあ、私と結婚はできないですよっつって彼女はなぜなら私は英国と結婚したからとか言っちゃうわけですよ。ね、それなんかあのキャマのこの一つの作戦の問題ですよね。あ、似てるね。だけどキャマのことはエリザベス一世をちょっと一緒にするのはあれだけど似てるね。うんうんあ、そうだね。通っちゃうよね。通っちゃうよね。え、でも本当に通ったらしいよ。うん、本当そうらしい。だから、通うんだよ。だからイギリスに通うんだよ。うん、結婚したいじゃん。貢、う、ぎ、ん、物持ってくるよね。だから、それまでいかにイギリスという国がそんなに強くなかったっていう、うん、全然ダメです。あ、これは皆さん、まあ、知ってる人は知ってるかもしれないけど、うん実はもう侵略され続けた国なんで、あのだってさ、最初にさ、一番最初ですよ、もうちょっと2000年ぐらい前に遡っちゃうけど、これ5分ぐらい端的に言うと、2000年に遡ったら、まずいきなりローマ人ですよ、紀元前前後にローマ人やってきて、イングランド先の下の方ね。テムズ川の流域にロンドンって今でいうロンデニウムを作ったのはローマ人作っちゃったから、うんうん、だってあの首都がローマって言われちゃってるようなものだからローマって言ってロンデニウムってローマ人やってきて作った言葉だ、うん、
ね、ローマ人支配するじゃないですか、はい、そしたらさみんな逃げるよね、うん、だってテムズ川の流域来ちゃってさバーッと支配されちゃったら、うん、どこに逃げるのっつって逃げ場所ないから、うん、あのウェールズとかさ、うん、スコットランド逃げなきゃいけない、まあ、西か北しかないからね西か北しかないよ、ね、そしてバーッと来たらさしばらくしてローマ人そろそろあれかなーなんて思ってたらゲルマン民族大移動っつってアングロサクソン人がブワーッつってドイツ人今度ドイツ人ブワーッドイツ人来たねやってきたもうアングロサクソンもうフンドより押されたってきた押されてきて玉突きだから玉突きでやってくるじゃんアングロサクソン人来ちゃったよってもうだからあれだけ戦争で揉めてるところがドイツ人がドイツ人やってきたよってそしたらねローマ人ね自分の国を守んなきゃいけないから手を引くんだよねそこでそしたらなんとそのゲルマン民族の大移動で7つの王国が作られちゃったの、うん、7つの王国ね7つ作ってそこでそれぞれの王様みたいといて領主がいてあもうこんなになっちゃいましたってみんな手を組みましょうよってそろそろ落ち着こうよってなってきて、うん、来たらバイキングやってきましたケルトがいるから上はね北欧、ね、からね、あのデンジンとかさ、ね、あのいろんなデンマークとかねやってくるわけですよあの北欧からで北欧支配されちゃう北欧に、はい、でもう勘弁してくださいよと北欧支配ですからなったじゃんもうそろそろ落ち着こうってなった時にやってきたのがフランスですフランスノルマンコンクエストって言ってでこれがフランスがついにイギリスにやってきてで、ドーバー海峡を渡ってやってくるわけですよだってノルマンディー港って言ってんだからまた向こうの名前つけられちゃってるってなんと、名前だもんね、いきなりフランスにやってきて初めて王朝ができたのがノルマン朝っていうあれノルマンをノルマンって地図見たら明らかにフランスだからノルマン朝第二次世界大戦の時にノルマンディ上陸作戦っていうのはあれ仕返しですよ仕返し逆ですあれねドイツが攻めてそれはあれだってそこで1066年にノルマン朝ができました、うん、それでウィリアム1世できますよ、うん、初めてイギリスに王朝ができてその時の王様フランス人ですよフランスとイギリスを兼ねたんですよあれだってあの業務って言ってるから業務業務、うん、あのウィリアムって言ってないからウィリアム向こうのフランスの名前で業務って言ってるからでウィリアム一世できました、うん、それからなんだかんだあってちょっと端折りますけど、はい、なんだかんだあって、ね、ノルマン王朝からねランカスター朝って王朝ができた時に、はいまあ、その時頃からね戦争勃発です、はい、もうなんでいやだからフランスとねみんな、ジャーノ・ダルクの話って、うん、イギリスとフランスの戦争だと思ってるけど思ってるけど、うん、あれフランスとフランスの戦争だからそうなんだよね実はあれはフランスとフランスの戦争だからあのイギリスに住んでるフランス人とフランスに住んでるフランス人の戦争ですでイギリスに混じってないからつまり領土は支配者がフランスだからね、うん、そこにまあ領土、まあ、初めてそこでねこう、うん、あの封建制度みたいにできて、うん、そこから税金とかもらうようになったけど、うん、そこで100年戦争は、まあ、イギリスとフランスの戦争ではなくて、うん、その中に住んでいる、まあ、イギリスとフランス人の、まあ、領主同士が争って100年間続きました、ねうん、それが終わってあもう勘弁してくださいよとランカスターすぐ終わりましたとそしてヨーク朝がやってきましたと、はいまた戦争、バラ戦争が来ちゃったこれが不思議の国のアリスみたいにね、うん、片やヨーク家白バラ、うん、ランカスター家赤バラを掲げてですよ、うん、戦い出すわけですよ、うん、これはあれですね両家同士の戦い、うん、だから赤バラと白バラを、ね、戦いました、うん、もうぐちゃぐちゃになって、うん、もう勘弁してくださいよって疲弊してるところに、まあ、ようやく来ました、うんね、さっき言ったヘンリー7世で、ねうんこの時にチューダー朝がやってきたんですね、うん、ちょっとだいぶ端折りましたけど、うん、チューダー朝が1485年来た時にウィリアムの、あの、違う、ヘンリーの頭いいよね、うん、自分がランカスター朝だからの出身だから、うん、あ、そうか、ヨーク家のお嫁さんもらっちゃおうと、うん、併合しちゃえばいいよ、うん、そこでもらったんですよ、うん、ヨーク家の奥さん、うん、その時にまた考えたさっき言った赤バラと白バラで戦ってるじゃん、うん、あこれやばいなと、うん、くっつけちゃえってで白バラと赤バラを合体させたチューダーローズっていうのを作ったんですよ、うん、
それを紋章にしちゃった。だから極めてブランド戦略としてはダブルネーム、ダブルネーム、うん、完璧なダブルネーム。これもそうだもんね。これ全部そうだよね。これも全部トリプルネームだよね。トリプルネーム。本当は4つ入れたいんだけど3つしか入ってないよね。もう一つ龍だから、龍だから上に入ってないんだよ。龍入れると単なるチャイナになっちゃうだからここは入ってないんだけど、そこでさ、すごいよね、考えて、ヘンリー何世の頭がいいんですよね。で、子供産ませる時もね、すごい頭いいんだよね。あの人、無理やりウェールズ産ませたの、ウェールズの場所で。なんでかっていうと、ウェールズにキュキュキュってさ、最初の頃の思い出して、ローマとかアングロサクソン行った時に、土着の人たちがウェールズとかスコットランドに追い出されちゃったんだよ。だから、もともと俺たちはそっちの人が元だと思っちゃってるんだよ。それがあるんで、やっぱり、ウェールズの方で産ませることによってね、王様はイギリスの純粋だよって思わせたいから、まあ、ブランド戦略すごいよ、それさせたわけですよ。ブリトン人って言ってるね。これで、まあ、ここで話としてはイギリスの大航海やるときにヘンリー8世が、まあ、問題では問題だよね、うん、ヘンリー7世のお子さんなんですけれども、うん、当時にしてはすごい身長180センチ以上あって、うん、体重もものすごくて、うん、で、まあ、写真でも、まあ、写真というか絵でも、まあ、絵でもね、この辺多分ね、YouTube ピキャって出てると思うけどでっかい人が怖い、まあ、クセモンちゃクセモンで、まあ、文化的にいいことしたんだけど、まあ、女性の面がちょっとあれだよね、まあ弁護するとお世継ぎが欲しいっていうのはまあね、それは戦国大名と一緒ですよ。一緒なん、まあね、鎌倉の13人はそうだけど、うん、まあちょっとそれがいい悪いじゃなくて当時のあれ常識だからね、うん、そうするとね、まあ一人目の人はまあちょっと子供生まれませんでしたって、うん、いや、じゃあ離婚したいよね、離婚できませんって、うん、カトリック、カトリック、離婚できません、でもどうすんだっつって、うん、カトリック離婚できませんっつったらね、俺宗教作っちゃう、うん、宗教作ってカトリック抜けますって、もうイギリス国教会って宗教作ります、離婚 OK ですって、それで離婚したいがために宗教1個作っちゃったんです、イギリス国教会。それでまあ晴れて、まあ離婚したね、まあ、ある意味 EU 離脱より大きい宗教だからねでさらに宗教トップにあったら国王トップにしちゃうからね、もう権力を握ったわけです。おかげで今映画のネタアンブーリンとかのネタだらけですよ、ネタだらけですよ。それでまあ離婚して、うん、それでまあまた2人目の奥さんやったのにやっぱりダメだったんでね、うん、子供できなくて、ダメだ、イチャモンつけます、うん、お前ダメだ、なんだかんだイチャモンして殺しちゃったりして、そして3人目ダメだ、4人目ダメだ、5人目ダメ、6人まで行きました、で6ワイブズってね、まあ、本にもなってるけど6人の奥さんいて、結局は後継ぎが男の子が、まあ、生まれたんだけどダメで、その後継ぎで2人目の奥さん、ね、子供、そしてその子供の最初の子供がエリザベス1世だったんです。だから、まあ、ヘンリー8世すごいのはエリザベス1世作った、うん、あ、最終的にね、それすごい、ね、結果オーライで結果オーライでまあね、うん、そうすると、まあ、だからやっぱり歴史って浅めの縄のごとしだから、うん、分かんない、いいことと悪いことがもうなりませんなんて、まあ、これがやっぱりシェイクスピアの根本概念じゃないですか、ね、まあそうだね、いいは悪い、まあ、悪いはいい、ね、シェイクスピアの話っていうのは、まあ、当時のトレンドドラマですよ、うん、今テレビ、ラジオ、雑誌、うん、SNS、インターネットあるけど当時なんかないから、うん、そうね、シェイクスピアの劇っていうのはもう、うん、超トレンドドラマ、ちょうどだから日本はその頃歌舞伎の時代だから、歌舞伎の時代だね、歌舞伎もやっぱり河原版と同じで、ね、起こった事件、心中ネタがあったらそのままかけて、そ う,、ね、あ、そういう話だったのねみたいな、聞くよね、同じ時代だから、うん、そうするともう本当トレンディードラマを作ってるってことはね、時代劇 見るじゃん今、うん、当時のチューダー時代 の,、うん、エリザベス・ジョーンの時代劇っていうのが、うん、そのノルマン王朝とかその奥の前のその時代の話を書いてるわけだからね、まあ、そうやって、うん、アーサー王の話みたいなのができて、そうそう、やっぱね、これアンティークとつながるんだけど、はい、人がこう固まこう共有できる一体感を持てるって、うんうんうん、
物語なんです。あ、そうかもしんない。これすごいことだよね、うん、物語って最終的に人を感動させる。